はい、皆さんこんにちは、島ですけどです。今日のテーマはですね、ファイヤーに必要な貯金額はいくらなのかについてお伝えをしていきたいと思います。それではどうぞ。ということで、皆さんファイヤーという言葉を聞いたことあるでしょうか。なんか最近働き方の一つ、まあ生き方の一つって言った方がいいかもしれないですね。として、まあ若者の間で注目をされているというのがこのファイヤーになります。で、ファイヤーとはですね、こんな感じです。まあ省略なんですよ。ファイナンシャルインディペンデンス、経済的独立ですね。で、リタイアアーリーですね、早期退職って意味なんですけど、まあ頭文字、頭を取ってファイヤーというふうに言われてるんですけど、まあ端的に言うと早期退職をして、お金のために働かなくていいよと、まあ、いわゆるこう自由に生きようよっていうのがこのライフプランとか、新しい概念を指しているのがファイヤーというふうに言われています。あの中田敦彦さんとか、いろんな方が今このファイヤーについてお話をしているので、まあ、皆さんも聞いたことあるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、言葉の通りに解釈をするとですね、本当にもうお金の縛りがないということで、どうしてもなんか富裕層がやってるライフプランというか生き方なんじゃないかなというイメージがあるんですけど、実はですね、この早期リタイアって日本でもですね、本当に珍しくはないんですよ。今やっぱりこう増えてきていて、ただファイヤーがですね、この従来のまあこうそれと違うのは、まあビジネスで成功したりとか、株で成功した、運用が成功したとか、遺産でいっぱいお金もらったとか、いわゆるこう特定の人だけがそういう生き方をするんではなくて、普通のサラリーマンであったりとか、今からこう会社員やっていくような方たちが本当にこのファイヤーを目指して自分のお金を貯めて運用して、早期退職を目指していくっていうのが、まあ、今後より広がっていく可能性があるんじゃないかなというふうに思ってます。なのですでにですね、ファイヤー実践できてる人っていうのは、毎年の生活費を賄えるようなですね、まあ、貯金額がありながら、まあ、リタイアを身近にちゃんと意識して、まあ、投資の収益を得るということで、まあ、経済的自立を目指している方が多いです。じゃあ実際この早期リタイアっていくら必要なのかというと思いますけど、僕は全然興味がなくて、経営者ってある程度自由に生きてると思うんですよ。自分で好きなことやって、自分の会社のためにやってるし、で規模が大きくなってくると、なんかこう本当にオンオフの境目がなくなるんで、ゲームみたいな感覚になってくるんですけど、まあやっぱりこう新しい会社員の方が会社から辞めて、誰にも支持されるコミュニティ離れて自分のために生きていくみたいなのは、本当に新しい生き方として面白いのかもしれないんですけど、やっぱりいくら必要なのかっていうところで皆さんそこが気になるかなと思うんですけど、一応目安があります。それがこちらです。年間支出の25倍の金額を貯めるとファイヤーいけるよっていうふうに言われてます。なので年間支出がどのくらいなのかっていうのがもう一つの指標としてあるんですけど、だいたいこれ年齢問わず25倍っていうのが一つの目安になってます。なので、まあ、ここでですね、25年分の貯金を貯めたとして、それを毎月崩していくってなると、25年しか生きられないじゃんっていうふうになるんですけど、ここがちょっと違うのは、このファイヤーの貯金額っていうのはあくまで投資の元本です。この貯めた貯金を運用しながら収益も得ますと。でそれをうまく活用しながら生活していきましょうねっていうのがこのファイヤーの考え方なんですよ。なので今までは貯金して、はい、それを取り崩していく、なるべく支出を削りながら生活していくっていうところだったと思うんですけど、ファイヤーの場合はその元本貯金を運用しながら増やしつつも減らさないようにやっていくっていうような考え方をやっていくことになります。なので、まあ、必要な貯金額の話に戻してみると、まあ、一応参考としてこんな感じです。総務省によるですね、家計調査の支出データというのがあるんですよ。で、一世帯あたりの平均支出がですね、だいたいなんと月額24万ぐらいなんですよ。まあ、ざっくり年間すると300万ぐらいなんですよね。で、300万円ってことは25倍にするとだいたい7500万ぐらいなんですよ。ってことは7500万を貯金すれば、まあ、一つ目の指標はクリアというふうになるんですよね。この7500万使ってもちろんこれを運用していくっていうのが大前提にはなるんですけど、この数値だけ見ると、7500万そんな貯金できるわけないじゃん、無理じゃんと思うかもしれないんですけど、これあくまでアメリカとかのインフレ率とか、株式市場の成長率を前提とした試算なので、まあ日本の場合はもちろんもうちょっと緩くなるよっていうのを覚えてもらったらいいかなと思います。アメリカの方は今成長率がすごいんですよ。で、日本ってこうインフレ率ってそんなに高くないので、アメリカがだいたい株式市場の 7% ぐらい成長してるっていうふうに言われるんですけど、日本ってそこまで成長してなくて、だいたい 1% 2% ぐらいなんですよね。なんでそこまで金額も上がっていくことはないと思うので、もうちょっと緩くできると思います。それはこの後お話をしていきたいと思います。まあ、ここでですね、じゃあそれが実現可能かどうかっていうのをもう一つのルールがあります。それがこちら 4% ルールっていうのがあるんですね。 4% ルールは柔軟に考えてみようということで、
これどういうことかっていうと、4% ルールって何かっていうと、支出をですね、貯金額の 4% 以内に抑えることができれば、理論上は資産が減っていくことなく暮らしていくことが可能だというようなデータになってます。なので、例えば7500万円ありますと。それの 4% 以内に生活費を抑えれば、毎年資産が減っていくことなく、ちゃんと生活図を維持できるよ、持続できるよっていうのが、この考え方です。これですね、誰が噛み出したかっていうと、まあ難しいんですけど、アメリカのですね、トリニティ大学の、まあこの博士がですね、研究した金融理論というのがあるんですよ。まあ多分いろいろ難しいのがあるんでしょうね。僕もそこは知りません。むしろ知る必要がなくて、よく言われてるのはこの25倍の法則と、もう一個の 4% ルール。この2つをまず今日は押さえてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。そうすると 4% 未満に支出を抑えることができれば、高確率で30年以上は資産を維持できるよっていうふうな調査結果が出てて、これがもういわゆるこうファイヤーのコミュニティ内では有名なお話というふうになっております。なのでまずここを押さえてほしいなと。で、なんで、この 4% が出てきたかっていうと、さっきの話に戻るんですけど、アメリカの株式市場はずっと成長してるんですよ。なんで僕も皆さんがこうイデコとか、積み立て投資をやるときは、なるべくこう米国株とかに、世界株とかに投資した方がいいよっていうのはまさにそういうところなんですよ。日本経済よりもアメリカ経済の方がずっと右肩上がり、まあもちろん上下あるんですけど、長期的に見ると右肩上がりで成長してきてるので、そういう意味では僕の投資先としてはアメリカの方が有力になってるよっていうようなお話なんですけど、そうすると米国の株式市場ってこれまでですね、年間平均だいたい 7% の成長率を維持してるんですよ。で、そこからですね、インフレ率がだいたい今 3% 計算ですね、だいたいどのくらい値上がりしていくかみたいなので 3% だとすると、まあ、差し引き 4% ぐらいが理論上の基準じゃないかなっていうふうなのが、このトリニティ大学の教授の数字になってます。ということは、25倍のまず貯金を貯めて、でそこから年間支出が 4% 以内にすれば、ずっと、維持できるよっていうふうな、成果になってます。ただ、この 4% っていうのが、じゃあ日本の場合はどうなるのかっていうのをちょっと考えないといけないんですけど、アメリカに比べて、日本ってですね、このインフレ率はさっき言ったように、そんなに高くないんですよ。いわゆるこう低水準なんですよね。だから、どのくらいかっていうと、多分ですね、インフレ率、本当に 1%、2% とかで考えていいんじゃないかなというふうに思うので、まあそう考えると、もうちょっと金額は緩くてもいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうすると、早期リタイアの目安って、年間支出の、最初25倍って言ったんですけど、まあ20倍ぐらいまでは抑えられるんじゃないかなというふうに考えるので、まあそうすると、さっきの家計調査をベースにすると、まあ5000万とか6000万ぐらいまで下がるんじゃないかなというふうに思ってます。まあこれでもまだ、ちょっと高いかなと思う方いるんで、こっから先はちょっとまた別の視点でお話をしていきたいなと思うんですけど、まず一つ目は、一生働かないっていうことにこだわらないってことです。ファイヤーイコールも早期退職がマストみたいなイメージがどうしてもあるんですけど、まあそういうわけじゃなくて、あくまで手段の一つだと思うんですよ。自分の人生を豊かにしたい。そのためにこういう経済的自立と早期退職を目指していこうみたいな考え方なんで、別に働きたいなら働けばいい。わけですよね。なので、必ずしも、こう、絶対に働かないっていうスタンスではないと思うので、そういう意味では、まあ、週1、週2やるとか、副業で何か働くみたいなのがあってもいいと思うんですよ。で、もう一つは支出を下げるっていうところで、例えば、都内だとやっぱお金も高いと思うんですね。家賃も高い。でも、じゃあ郊外とか、地方に行って居住地を変えますとか、そうすると、こう、投資収益、いわゆる利回りを得ながら、居住コストは大幅に下がりますみたいなので、本当に、僕今、今日は福岡にいるんですけど、福岡とかもやっぱり地方に行くと本当に安いんですよね。都内に比べると全然家賃安いので、まあそういうのはありかなと思いますし、ファイヤーで有名なクリスティ・シェンっていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方もですね、やっぱ長期にわたる早期リタイア生活においてはですね、まあ、柔軟に収入を調整するとか支出も調整するっていうので、まあ、終わりなき再リタイアっていうので表現をして推奨してます。なんで、まあうまく調整しながらやっていきましょうねっていうところですよ。さっきの試算に戻るんですけど、例えばこうマイホームの購入とか、子供の教育費とかありますけど、このチャンネルでも去年お話をしてるんですが、まあ、ライフイベントに関わる支出ってやっぱ大きく影響してくるんですよね。それもあくまで目安ですけど、こういう早期リタイアによってこう少し調整していけば現実味が出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、早期リタイアの節約とですね、こう鍵となる投資のところなんですけど、仮にですよ、2000万円を貯金すると、いわゆる投資にするっていうふうに決めたとして、まあ、2000万円貯めたらファイヤーしようみたいな。で、仮にそう決めたとして、まあ、どういうふうに貯めていいかわからない
っていう方もいらっしゃると思うんですよ。もちろんコツコツとね食べていくっていう方もいるし、そうすると気づいたらもう20年経ってますみたいな、それだったら多分意味がなくて、やっぱりこのチャンネルでもよく何回もお話をしてるんですけど、目標額達成に向けてですね、もちろん住居費、交通費とかいわゆる固定費ですよね、食費など大きな支出のところは節約をやっていかないといけないんですけど、やっぱりこうただ支出をこう切り盛りするよりは収入を増やすことをすごく考えた方がいいと思うんですよね。なのでやっぱり福利効果とかを使ってなるべく若いうちから投資期間を長期投資やっていくってところですね。特にこう米国市場とかさっき言ったように大体毎年成長率が 7% ぐらいあるわけですよ。そうするとやっぱり米国株のインデックスファンドとかに投資をして、できる限りこう投資収益を 4% 以上目指すみたいなのができていくようになると、その間の中で生活ができるようになるんじゃないかなというふうに思いますので、やっぱりここは重要な一つの方法になります。ということで今日のまとめなんですけど、ファイヤーがですね定義する早期リタイアっていうのは、あくまでこう一部の富裕層の人とか相続でお金を得た人っていうわけではなくて、別に完璧を目指さなくていいんですよ。あくまで自分が幸せになるための手段の一つとして、場合によっては全然副業してもいいし、パートしてもいいし、自分の収入をちょっと一時的に増やそうとか、その代わり、ライフスタイルを見直して生活費をコストを下げてみる、自分は地方に引っ越すよみたいなもあってもいいのかな。本当にこう価値観がいろいろ問われる生き方かなというふうに思うので、でやっぱりもう皆さんがかなりマストでやっていかないといけないのはお金の増やし方の勉強です。ファイヤーってやっぱ貯金があって、それを 4% ぐらい増やしていきたいんですよね。そうするとやっぱりこう身近な金融商品として投資信託とかインデックスファンドとか ETF とか資産運用のツールをやっぱ学んでいかないといけないので、そういうのを若いうちから勉強してもらえると、もし皆さんこれから10年後、20年後、ファイヤーが実践しやすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ今日はきっかけとして25倍ルールと 4% ルールっていうのを押さえていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日のテーマはですね、ファイヤーはいくら貯金が必要なのかっていうのでお伝えさせていただきました。このチャンネルではですね、お金に関する相談で、いつでも受け付けております。また皆さんからのコメントをどしどしお待ちしてますので、また YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。また会いましょう。